王家の紋章千秋楽のカーテンコールで突然目をかっぴらく浦井賢二さん、えー。もう本当に東京公演あっという間という言葉がぴったりでとはいえ毎日毎日本当に皆さんが祈るような気持ちで一日一日を公演していたと思うんですけれども、えー、私本当にあの緊張しがちですし本当にあの人前とかもあんまり得意じゃないタイプなんですけど。<laughs>